中澤に先制ゴール。完全にフリーになりましたね。フリーでしたね。ラインを、ね、設定はしていたんですが、非常にこうティーパットディフェンスラインの間でそこでバナと完全に離してますよね、はい、最初中澤選手はオフサイドの、ね、位置にいたと思うんですが、そこから戻ってもう一回ね